せーの、マニタマジタユミマロです。こんにちは。今日はローソンとセブンイレブンから出た夏の新商品のデザートをご紹介しようと思って買ってまいりました。イエーイ。はい、てかね、違うの、本当は今日から発売のものだけを集めたかったんだけど、セブンイレブンのね、ラムネ餅ってやつがあったみたいなんだ、ラムネわらびがあったんだけど、それがどこに行ってもどこに行ってもっていうか2件しか回ってないんだけど、どっちとも多分売り切れで売ってなくて諦めました。朝一で買いに行けばよかった。なので今日はセブンイレブンのまるでブルーハワイなゼリーとカラフルキューブゼリーとフロマージュモコ、もちとろいちご杏仁と、あとローソンから出ました、これ一番気になってたんだけど、バタフライピーチティーのプルルン水ゼリーかっこレモン。ピーチティーなのに水ゼリーかっこレモンってどういうことかね。じゃあまずもう一番気になるローソンからいきます。これね、こうやって見たら真っ黒に見えるじゃん。これ多分透明なの。ちょっと開けてみるね。あ、ちなみにこれ今日から発売。おお、え、開かないんですけど。うっ、大変だ。うわー、こうな、もういつも、もうやだ。みんなこれめっちゃ硬いから気をつけて、本当にマジで。え、めっちゃ色綺麗。やばいやばいやばい。うわっと、いい、はいはいはい。おお、めっちゃプルルン、もうめっちゃプルプルすぎてやばい。もう大変だこれ。ちょっと亀裂が入っちゃった。こんな時のためのセブンイレブンのおしぼり見て。おお、綺麗ですね。いただきます。ちょっとラメが入ってる。もういつもピント合わない。ん？レモンだわ。レモン。めっちゃレモン。ピーチティーはどこにいるんだろう。なんかレモンとも言えず、ピーチとも言えず、ちょっとこれはね、みんな食べてほしい。本当によくわからない。すっごいコシがあるゼリーって感じ。なんか、でもこれで180円か。なんか結構インスタ映えにはいいけどって感じだね。次、ちょっと今ゼリー食べたから、フロマージュモコ、中にレアチーズクリームが入っているみたいである。おー、わー、めっちゃクリーム。ほら、飛んでる光で。うん、うま、なんかレアチーズケーキの味だ。うん、これは美味しいぞ。久しぶりに甘いもの食べた気がする私。うん、うん、このセブンのコーヒーが美味しいよね。ブルーハワイのゼリー、ソーダをイメージしたゼリーとレモンムースの組み合わせだって。あ、これも今日から発売です。うん、レモンムースってこれのことかな。この上は、一番上は普通に生クリームだ。これがレモンムースかな。うん、うん、すごいさっぱり。なんかね、ここの味、ここの味、ここの味で全部分かれてるから、ここはもうめっちゃソーダって、この真ん中のなんかね、ソーダの薄い味って感じ。全部を一緒に食べた方が美味しい。このソーダの下のゼリーめっちゃ美味しいな。すっごい、なんだろう、夏って感じ。うん、でもこのゼリーはさっき一番最初に食べたローソンのバタフライの一番最初のやつより全然ゼリーの食感がないね。さっきのやつは本当に硬いの、もうブルンブルン、もうブルンブルンって感じのゼリー。めっちゃコシがあるゼリーだった。次、いちご杏仁。うわ、もうめっ
ちゃふわふわだもん。もうこれ、うん、もうやばい。これ赤ちゃんのほっぺぐらい気持ちいい。これずっと触ってたいね、こうやって。もうこれ持てないもん。持ったらやばい感じ。うん、真ん中がいちごのソースで中のクリームが杏仁ホイップ。うん、でもいちごが勝って杏仁があんまり分かんないかな。なんかいちごがいなくなると杏仁さが伝わってくる。うん、うん、最後はこちらカラフルキューブゼリー。これね、中のゼリーで味が違うみたいだよ。赤がいちご味、黄色がレモン味、水色がソーダ味のゼリーで、あとみかんとかパイナップルも入ってるんだ。わ、本当だ。これみかんとかパイナップルも入ってる、普通ので。一番下がシロップゼリーだって。まあ普通のあのよくあるゼリーのゼリーかな。これはソーダ味。さっきのあのソーダとは味が違う。なんかこれはいちご。うん、いちごなんだけど、なんかさっきのソーダとあんまり味が変わらないような気がする。変わるけどなんかベースが一緒みたいな。みかん、はい、うん、ちょっとお腹もいっぱいになっちゃったんで、これはまた後で食べます。さすがにね、デザート5個目はきついね。ちょっとお腹がいっぱいだ。一番美味しかったのはフロマージュモコがね、ちょっと私感動しちゃった。結構美味しかった。もうクリームがすごいトロトロだから、みんな食べるときは気をつけてほしいんだけど、レアチーズケーキのシュークリームじゃないけどみたいな感じ。でもゼリーの中だったらブルーハワイのゼリー、ブルーハワイのゼリーが一番なんかレモンのムースでちょっとなんかまろやかさも感じつつのゼリーも味わえるみたいな。これだとなんかもう全部ゼリーだから、なんか食欲ない時とかにいいと思うんだけど、甘いもの食べたいけどなんかさっぱりしたいなみたいな、そんな時はこのブルーハワイのゼリー結構おすすめ。ソーダの味がね美味しかった。もしよかったらみんなも食べてみてください。あと今チャンネル登録者さんが195人なんだけど、あと5人で200人になるんですけど、200人になったらチャンネル登録100人みたいな感じで、またちょっと200人まつわるものをちょっと食べたいなと思ってるので、もしそれも見たいなって方はね、ぜひチャンネル登録してください。お願いします。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは、モニッタモチッタユミマロでした。見てくれてありがとうございました。はい。